見さん、そのあたり増田選手が話していまして、はい、山形はボールホルダーに対してかなり強く来るのでワンタッチのパスで外して裏を狙いたいと、前に出るスピードは僕たちの方が上だと思うので有効に使いたいと。山瀬引き出す、山瀬折り返した、シュート、同点。サイドの作り方うまかったですね、はい、前半の15分です。すぐに追いつきました福岡。ここも少し内田が食いついたところの後ろのスペースですよね、はい、まあ、3バックの脇のスペースですね、松本ですかね。だか中途の半端でこう行ってしまうと後ろにスペースができるし、はい、まあ、その時にボールホルダーにどれだけ規制かけれるかなんですよね、まあ、最終的に